バンコク新中央駅が開業しました。2023年1月19日、バンコクの新しい中央駅となるプルンテープアピワット中央駅がついにオープンしました。もともとは2021年12月にバンスー中央駅として開業する予定でしたが、いろいろありまして、見ての通り巨大なターミナルなんですが、移転してきたのは長距離優等列車だけとなりました。MRT バンスー駅と直結しており、駅の最南端にアクセスすることができます。付け替え費用が1億円以上かかると話題になったバンスー中央駅看板、これはバンスー駅がある側から中央駅を見ています。どこの空港かと思うような巨大建造物です。この日は1月21日の土曜日で、開業して初めての週末を迎えていました。この左側あたりからクアランポーン駅へ行くシャトルバスが出発しています。今度は東側の玄関にやってきました。さあ入ってみましょう。巨大なホールが広がっています。ただショップやレストランが見当たりません。北側にちょっと進むとずらりと並ぶチケットブース、窓口は2つだけ開いていました。さらに進むとフードコートがあります。おそらくここが現在営業している唯一の食堂です。そこそこにぎわっていますが、別件でタクシーの運転手がこの駅に押し寄せている事情がありまして、時間もあるのでここで牛肉麺をいただいていきます。10時35分発急行ウボンラーチャタニ行きのチケットを購入し、乗り場に向かいます。乗るのはシンドンムアン駅までの17分ですが、散々迷って長距離列車乗り場の待合エリアに到着しました。薄暗くて旅情もないです。が並んでます。これはいいサービスですね。待合エリアには売店があります。出発の10分前になってようやくホームに上がれそうです。飛行機への搭乗のように列になって進みます。出発前が慌ただしくなるので、あまり良いシステムではないですね。おっと、ここは2等エアコン車だ。今日も安定の日本製 THM 型ディーゼル車です。1号車と3、4号車が3等車で、2号車が2等エアコン車両になっています。ホームとドアに段差があるので橋が架けてあります。5分ほど遅れて出発進行。3等車は完全に満席です。ここからはエンジン音と風切り音もお楽しみください。エンジンがうなりを上げますが、加速力はいまいちかな。テレビの撮影やってますね。新
出発してしばらくは、たくさんの線路が上下左右へ入り乱れます。列車が中央駅へ移転するはずだったのですが、反対意見が多く、一旦延期を発表してから意見のヒアリングなんて行ったりして、今回の決定に至りました。レッドラインがフアランポーンまで開通するまでは、普通列車はフアランポーン発着で残りそうです。あと10年ぐらいかかりそうです。今回移転してきたのは50本程度の列車なので、出発はその半分。昼間はほとんど出発列車がありません。上り坂なのでちょっと苦しそうです。を紹介してみましたが、いかがだったでしょうか。雰囲気
としてはマレーシアの KL セントラル駅に似ているのですが、その賑わいを100分の1ぐらいにした感じです。寒い、暗い、わかりにくい、店がない、アクセスが悪い等々、問題点は多々あるのですが、スワンナプーム国際空港が開業した時のように、時間をかけながら徐々に改善していくんでしょう。何はともあれ、初めて利用する際は早めに行きましょう。わかりにくいですから、